佐渡ゴ語体は、菊科頭皮連続の2年層。佐渡が島特産で、2017年に、新種記載された。根は、細い人参型から防水型で垂直に伸びる。茎は直立し、高さは70から150センチメートルになる。茎は、チューブ以上で、よく分子し、先天があり、細い翼がある。根室用と下部の形容は、花時には、枯れて生存しない。 茎のチューブにつく葉は草質で、葉心は卵形から楕円形になり、長さ13から16センチメートル、幅6から9センチメートル、先は A とかしら、基部はくさび型になり、円はうじょうに、中列から新列し、4から8体の列片がある。葉の両面に先天と褐色の多細胞毛が生える。葉は長さ3から6センチメートルになり、基部は茎に流れ 1> 幅1ミリメートルほどの狭い翼になる。下記は9月。登場下女は三謀状に多数が密集してつく。花柄は長さ5から3 0トルになり、直立して、先定がある。双方は長さ15から1 7トル、計6から7ミリメートルになる小径から筒形で、雲毛があり、基部に5列の狂乱形の包容がある。双方辺は11から12列あり、 強卵形で、すべての双方辺の先端に、淡紅紫色で円形の付属体があって、双方外辺は長卵形で、長さは6から7ミリメートルになる。頭花は筒状花のみからなり、果敢の長さは13ミリメートル、色は淡紅紫色で先天がある。果実は、長さ3.5ミリメートルになる。痩せ花で紫褐色になる。看毛は二輪性で、 落ちやすい外輪は、長さ4から6ミリメートル。花子にも残る内輪は、長さ9から10ミリメートルになる。日本固有種。佐渡島の特産で、海岸に近い草原に生育する。2017年に、門田雄一によって、植物研究雑誌ボリューム92、アジア産頭皮連続の分類学的研究へと、本州産の三新種において、頭身頭皮連サスレアミホコ川上アナ。 山形と比連、S 山ゲイティンシスと共に新種として、命名記載された。本種は、日本と東アジアに広く分布する姫ひご体、S プルケラニニルが、同種に比べて双方が細長く、方葉が多く、双方辺が11から12列あり、双方外辺の形状が長卵形であることで異なる。和名、佐渡ゴタ体は、佐渡ヒライタイの意。種商名中川へは、 本種の発見者である佐渡市在住の植物研究家の中川聖太郎への懸命である。中川は四半世紀前からこの新種のタイプ標本が採集された場所において新しい種の存在に気づいていたという。日本における頭皮連続のうち姫ひごタイ武士セクトティードリアに属する種を次に示す。ありがとうございます。